人、物、金をテキサスへ。 CCIM のルークです。現在募集中の私のクラウドファンディング、残すところあと1週間です。まだご支援お忘れの方、ぜひともよろしくお願いします。さて、今日はアメリカの不動産の話です。全米不動産協会 NAR が21日に発表した10月の中古住宅の販売価格中央値は前年同月比 4% 上昇し、40万7200ドル、日本円で約6300万円となりました。2023年7月以来、価格は前年同月を上回り続けています。市場に出回る物件の不足が長期化する中、住宅ローン金利と価格の高止まりが重なり、手が届きにくい状況が続いているわけです。ローン金利の高止まりで、オーナーが買い替えを渋るため、中古住宅の流通が鈍り、在庫低迷を長引かせているということなんですね。その結果として価格が押し上げられているため、このような事態になっています。住宅価格の高止まりはインフレの沈静化に向けた最後の障壁となっています。消費者物価指数 CPI に占める構成品目の比重を見ると、この住居費というのはおよそ3分の1で最も大きいです。10月の CPI は前月比 0.2% 上昇しましたが、住居費、これが 0.4% 上昇だけで物価全体の伸びの半分以上となってしまいます。前年同月比で見た住居費の、上昇率というのは 8% を超えていた2023年の春のピークからは鈍化していますが、足元では5% 近辺で下げしぶりつつあります。新型コロナウイルスの流行前の 3.5% 程度と比べても高いままです。持ち家の購入は一般的なアメリカ国民が希望する典型的なアメリカンドリームの一つです。その実現性が遠ざかり、不満は政治に向かいやすくなります。 NBC の分析によると、11月の大統領選挙では、価格や在庫流通などの観点で住宅購入が難しいと判断されるカウンティ、郡の多くで、2020年の前回選挙よりもトランプへの支持率が高まる傾向が見られました。全米の中央値では、前回比でトランプ支持に移行した割合は 3.1% でしたが、住宅購入が最も難しい上位 10% のカウンティ、郡では 4.5% に達しました。今後の焦点はトランプ政権による住宅政策です。トランプは連邦政府の保有する土地での新築住宅建設の許可など、規制緩和による物件供給の増加を訴えてきました。住宅価格を押し上げる不法移民を送り返すと主張し、トランプが力を入れる不法移民の流入規制が住宅の需要減を通じて需給バランスの改善にもつながるという説明をしてきました。住宅業界では移民の流入に急ブレーキがかかれば建設の停滞につながるという懸念も出ています。トランプが目指す輸入品の関税引き上げも各国との交渉材料にとどまらず、実際に広く適用されれば影響が大きいです。貿易相手国が
報復関税に動けば建設資材の価格上昇につながり住居費を押し上げるとの見方もあります。住居費を、主因としてインフレの高止まりが続けば FRB が利下げペースの鈍化をしたり早期停止を迫られるシナリオも考えられます。住宅ローン金利が再び上昇すれば家の購入はますます難しくなり住宅価格や家賃を押し上げてそれが国民の不満につながるということでトランプ政権もこの件どうするかある意味問題を抱えているというわけです。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。